皆さんこんにちは。ワンダリングルフィッシュです。なんかね、最近ワンダリングルフィッシュってかなり言いづらい感じになってるんですけど、滑舌が悪くなっちゃったのかな。では、今回は提督の決断法バグキット BS2 版続きやっていきましょう。前回ですね、ロンドン、ドーバー海峡を攻略したので、残されたイギリス軍の拠点最後の一つ、このマダガスカルを攻略していきましょう。で、今ですね、スパイが入っていないので、まずスパイを送り込みます。で、あとは物資援助とかのいつもの内政を一通りこなしておきましょう。で、いくつかでご報告することがあって、まずですね、もうこれ多分最終形の戦艦になると思うんですけども、超二次型の戦艦というものを設計しました。ちょっと中身、皆さんと一緒に見たいんですけど、もうこれを超える戦艦はないだろうというクラスの本当に超ド級戦艦ですね。まあそもそもド級のド級のドって何って話だと思うんですけど、まあ元々はイギリス軍のドレッドノート級っていう戦艦があったんですが、まあそれを超えるという意味で超ド級らしいんですけども、この超二次型の戦艦、ちょっとご覧いただきたいんですが、まずはその建造資金と建造の鉄鋼量、これもう化け物ですね。で、建造の期間は22週間かかります。まあ、1ヶ月が4週間とかかる、まあ、4週間と考えた場合でも、22週間がどんだけ時間かかるんだっていうのがね、これだけ見てもわかると思うんですが、まあ、この、超二次型の戦艦ですね。で、何がすごいかというと、まずは、対艦攻撃能力 A、これはもちろんそうなんですけども、まず、51センチの主砲、これ、合計35門持ってます。さらに副砲が、これ、数で言うとどうだろう ?36 の、まあ12なんで、48? 違う、38ですね。すごいですよね、これだけ見ても。で、対空攻撃力は A。広角砲40機に、機銃250万というね、とんでもない、攻撃力持ってるんですが、それに加えて走行はすべてマックス。航行速度も、このクラスの戦艦では破格の27。ノットというとこですね。これをちょっと作りましょう。本当にこれ必要なのかっていうのはあるんですけど、これ沈められたらもうむちゃくちゃ痛いよね。これ2隻。いぶきと伊賀かな?ちょっと飛ばしちゃいましたけども、名前ね。で、あとですね、実は航空機の方も、新しいものを作ってまして、虹の戦闘機の3と虹の爆撃機、攻撃機の3それぞれ作ってるんですが、虹の戦闘機の3がまだ終わってないので、レインボー3ですね。まずは艦上の攻撃機、レインボー3を作っていきましょう。まずスペックをご覧いただきましょうか。スペック数なんですが、まあもちろん空戦能力は落としていて、代わりに、雷撃能力、もちろん魚雷を持たせているというのと、特にね、注目していただきたいのが、最高速度が588出ているにもかかわらず、航続距離がなんと5000。これはね、期待できますよ。これを、30機。で、さらにレインボー3の爆撃機ですね。これも、まあ、同じようなスペックにはなってるんですけども、1トン爆弾2級効果爆撃で、航続距離が5000で、最高速度が500と。ちなみに夜間の、離発艦能力も持っています。全天候型ではないので、雨が降っちゃうと厳しいんですが、まあ、それでもこれだけの能力を持った、航空機をある程度配備済みです。この状態で、では艦隊を出しましょう。第5艦隊。こちらが、空母4、従順3、駆逐6。で、第7艦隊、これ空母が4、従順が5、軽巡が2です。で、第14艦隊は潜水艦隊ですね。では、移動していきます。かなりね、期待できるんじゃないかなとは思うんですが。違う。一旦飛ばしましょう、一旦はここで駐留。で、スパイが活動してくれるのを待ちましょう。お、アラビア海に敵艦がやってきたか。これ逆に返り討ちする。いいチャンスだな。返り討ちにして、敵の艦隊のダメージが出ているところに、逆に攻め込むという作戦でいこうかな。
むちゃくちゃいい感じですね、これは。しかも夜明けだから、航空機、基地からのものも出られますね。まだね、レインボー3の配備が全艦終わっていないので、レインボー2、つまり夜間に離発着できないものが何個か残っちゃってはいるんで、それを考えた場合、昼間に出られる方がより有利ではあります。偵察機をバシバシ飛ばしていきます。飛行場の方は委任したまま行きましょう。おそらくね、アメリカ軍だと思うんですよね、このマダガスカルに攻めてくるのは。いきなり敵に発見される？敵艦隊発見。攻撃隊を出します。アングルドデッキは終わってるのか、開発。アングルデッキが開発終わってれば、攻撃できる回数が増えると思うんですけどね。潜水艦隊は突入させます。アメリカ軍ですね、やっぱり。何？早いな。第5艦隊から空母がもう一隻やられちゃってる。アメリカ軍のエンタープライズ沈めましたね、ちょうど。潜水艦をうまく運用していきたいね、ここは。第5艦隊がちょっとダメージが出てますね。アメリカ軍やっぱり空母の数多いね。もうざっと見ただけでも空母だらけだからな。潜水艦はもうこの際しょうがないね。どうしてもマダガスカル取りたいので、ここでアメリカ軍艦隊に壊滅的なダメージを与えておきたいんですが、
潜水艦隊はもう魚雷撃ち尽くしちゃってるからね、撤退しましょう。了解。潜水艦沈没。航空隊着艦。潜水艦沈没。潜水艦沈没。ちょっと退避が遅かったかな、退避の判断がね。もうちょっと早い段階で引き上げさせてあげればよかったかなと。潜水艦の話ですね。味方艦隊より入電。航空隊発艦。航空隊着艦。航空隊発艦。潜水艦沈没。味方艦隊より入電。潜水艦大破。航空隊着艦。味方艦隊より入電。よし、空母沈めてるね。ザコザコ沈めてはいる。まあ、1トン爆弾積んでるんで当たれば沈めますよね。でさらに雷撃機も飛んでるんで空母沈めたね。まあ護衛空母だと思いますが、では空母も前へと進出させていきましょう。そろそろ。了解。いや潜水艦隊がもう完全に、壊滅状態だな。まあ、残りのアメリカ軍の艦艇もおそらく撤退でしょう。これは一回空撃できるかな。了解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 。空母がもう一隻いるんだよね。ここに軽空母またに買うとかいうのが。沈むね。よしよし。いやこんだけ爆撃機飛んでればそりゃ沈むわな。さらに画面のね、奥から魚雷の迫っている様子も見て取れますけど、これでアメリカ軍のマダガスカルにいた艦隊は壊滅させることができそうですね。しかも夜も飛べるものが
何十機と配備されているので、夜の間も攻撃ができると。いや、これは本当に一方的な殺戮になったけど、潜水艦に関してはね、かなりダメージ出てしまいましたんで、ちょっと予定していたマダガスカル攻略の時期を延長せざるを得ないかもしれないね。延期かな？延期。まあ、第7艦隊は無傷ですね。航空隊発艦。航空隊発艦。さあ、夜ですが、ご覧のように、味方の航空機が出てます。ちょっと敵の位置を発見できずに終わっちゃったかな。ここにいるね。ちょっと暗くて見えなくなっちゃいましたけど。では時間を進めていっちゃいます。さあ、アメリカ軍の第3、第4、第5と、参考艦隊、まあ、ほぼ壊滅させることができたかなと思います。一方、我々の方もね、潜水艦隊が壊滅したという状況があるので、第5艦隊は一度、戻して、回復させた方がいいかもしれませんね。戦力を。さあ、では、見ていきましょう。まずは、もう上の方を気にする必要はなくなったので、ドーバ海峡にいる艦隊、これを、ドーバから、アラビア海に移しましょう。で、アラビア海で艦隊の再編を行う。で、スペイン沖とジブラルタルはどうしても艦隊を置いておく必要があるので置いておきます。これはもうしょうがない。で、損傷した第5艦隊は一旦インド洋に戻してドック入りです。で、生産は航空機をセコ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 レインボー3を作っていきましょう。まとまった金が欲しい。アルミも欲しい。で、あとは、そうだな。空母に随伴する、従順と軽順を作っておきましょうか。まあ、従順、軽順はいつも通り、海も見れた。これやっぱり対空戦闘能力が上がってるので、対最上型をね、作っておきます。これでじゃあ時間を進めましょう。
レインボー3の戦闘機、これ完成したか。これもちょっと大量に欲しいけど、金がないな。うん、アルミがないな。アルミが欲しいな。金もまあ潤沢にというわけではないですが、それ以上にやっぱりアルミ不足が著しい。早速航空機は生産で、虹の戦闘機レインボー3、レインボー3もね、もう能力的には申し分ない、そういう能力になってます。ちょっとご覧いただきますが、まずは武装が15ミリの機銃に37ミリの砲なんていうの、機関砲っていうのかな、2門ずつですね。で、一応ロケット弾で120キロのものを一応積んでます。で、航続距離が3000あって最高速度が7200というところですね。これを作ったので、あとはドックから戻ってくるのを待ちましょう。マダガスカルも一回で戦闘は終わらせたいですからね。航空艦載水上レーダーの参加開発が可能になりましたか。じゃあ金を使っていきましょう。で、ハワイの方もちょっと艦隊を再編しておきます。海大和型の戦艦を一隻入れたので、これに第一艦隊合流させましょう。うん、まだ損傷治ってないか。ちょっと損傷治り待ちにします。で、その間は航空機を作りましょう。戦闘機。数が全然足りてないので。アルミの数がもうちょっとまとまったね、数入ってきてくれると、航空機の数が一気にドカーンと増えるんで嬉しいんですけど、ちょっと現状そういう状態ではないので、まあ、ここは我慢ですね。ではそろそろマダガスカルにまたスパイを入れていきます。スパイを入れて最新鋭の航空戦力によって一気に壊滅に追い込む。もうスパイ入ってる？ちょっと待って。アメリカ軍2個艦隊、イギリス軍5個艦隊がマダガスカルに入っていると。マジですかい。とんでもない数だな。とりあえず航空機を配備していく。まだ損傷してるの？何が損傷してる？空母か。南雲さんの空母、これ7型だと思うんですが、これが大破。大破してる状態は無理だ。直さないと。では、ちょっと時間を進めますか。配備だけ航空機していく。アルミが本当にないね。アルミ。で、さっき作った従順ですね。
間違えた。マダガスカルよ、マダガスカル。攻略したかったのはマダガスカルのね、ちょっと間違えちゃいましたね。まあ、体制に影響はないでしょう。ちょっと待って、これまだ中波時間かかるなぁ。南雲さんの艦隊待てないね。しょうがない。ここは、時間との勝負なので。艦隊を出しましょう。では、ちょっと時間がいい時間なので、一旦ここまでにさせていただきたいと思います。で、次回は、本当にマダガスカルにね、攻略を行っていきたいというふうに思いますので、ちょっと今回ね、物足りなかったかなと思う方もいらっしゃると思うんですが、次回、マダガスカル島攻略、楽しみにしていただければというふうに思います。はい、というわけで、最後までご視聴ありがとうございました。ぜひチャンネルの登録、あとはですねツイッターの方で動画の収録状況と、あとは配信状況、まあ、その他もろもろ情報を発信しておりますので、興味のある方はぜひツイッターの方もフォローしていただければ嬉しいなというふうに思います。